埼玉トヨペット。エンターラニューエラエマージェンシーで入ってきたんですけど、はい、ちょっと教えてください。そうですね、入ってくる週に、ちょっと車内に煙と、まあ、なんか匂いがちょっといつもと違う匂いがし始めて、で無線で話してるうちに今度はアラームもついて、でそこからはもうみるみる水温が上がっていっちゃってる状況です。まあでもそれに気がついて、最低限こうピットに戻し直すというところで、不幸中の幸いで良かったですよね。そうですね、幸い耐久レースなんで、帰ってきて走り続けてればね、何があるか分かんないですし、まあタイミングっていうか起こった場所もやり取りしながらすぐ入れるいいタイミングだったんで、あれがね最終コーナー過ぎてたらもう水温も多分すごい急で上がってたんで厳しかったかもしれないなと思うんですけど、まあそういう意味では運も含め良かったなと思います。まあ、その辺はやはり落ち着いたベテランの走りでしょうかね。だといいですね。ありがとうございます。もうベテランですからね。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、最終的にはロングスティートになりましたね。そうですね、はい。でタイム見たら最後本当変わり際の10ラップぐらいは3秒台とかで本当に速い感じで走れてましたね。そうですね、その前はずっと4秒台でアタックできてて、まあ水の量もあると思うんですけど、まあそんなに自分的には悪くなくずっとも安定して走れてたかなと思います。GT とかずっと見てるんだけど、もしかしたら川井選手はタイヤがなくなったり滑った方が速いような気がするんですけどね、フォーミュラー乗りで。はい、もともとそのタイヤのグリップしない中でずっと練習はしてたんで、まあ、それが今こういう中で生きてきてるのかもしれないです。混戦の中走っても無線もちゃんと正確に言ってましたし、またいい走り見せちゃったんじゃないですか。いやまあどうなんですかね、まあそこからね少しでも追い上げられればいいと思うんですけど、はい、これはまず完走して4位ポイント、もしくはこの残りのね45分間で上位に何があるかわからないので、そうですね、前回の24時間も本当ラスト1時間で変わっちゃったりするぐらいこの S 帯ってわからないんで、まあ、僕らにも出たように、まあ、他のチームも出る可能性もちろんありますし、まあ、何があるかわかんないんで、まあ、とりあえず今服部さんに走ってもらってるんで、期待して待ちたいと思います。今日の夜ご飯は良さそうですか。どうなんですかね。ちょっと事前準備に少し時間がかかってて、前もって準備してなかったところがちょっと自分としては問題点だったんで、まあ完璧ではなかったかなって感じです、ね。まあ次回にねそこは反省点ということで。そうですね、はい、あんま落ち込まなくていいと思います。はい、ありがとうございます。